ど来てる。間に合ってよかった。こんにちは、いちごタルトです。今日は函館駅の前に今来てます。北海道にいます。今日はタルトが1回見てめちゃくちゃ感動して絶対もう1回行きたいと思った函館山の、有名な函館の夜景の景色を見に行きたいと思います。6時半の便に乗って30分ぐらいかけて、ロープウェイもあるんですけど、ロープウェイじゃなくて今回はバスで行きたいと思います。バスのが片道400円で安いし、あとマイカーだと途中までしか行けない、なんか時間帯によっていい時間帯はマイカー規制があって入れないので、今日はバスで巡りたいと思います。いいところでゆっくりになって景色を見せてくれるみたいなので、今からバスに乗っていきたいと思います。ファストが4番乗り場なんですけど、結構お客さんいますね。乗り切るかな。でもすでにもう綺麗な景色が見えたんですけど、ここからは多分もっと最高なので、皆さんにもお見せしますね。もう本当感動した。あ、すごい。あいた、肘打った。すっごい人。あ、修学旅行の子たちかな。ロープウェイすごい。いやー、これはやばい。いやまた泣きそう。なんか北海道ってすごいですね。同じ日本なのになんかすごいな。行きますね。映像で映るかな。伝わりましたか。映像で伝わらんと思うんだけど、本当に感動するから本当に見てほしい。では展望台も登ってみます。人がすごい。これはやばい。人が多すぎてやばい。人の少ないところから見ます。薄暗かった時からだいぶ暗くなりました。寝るが6時半で、6時半出発のバスに乗って、もう暗くなるかな、もう日の入りするから夜景に綺麗に見えるかなと思って6時半のバス乗ったんですけど、意外とまだ明るかった。最初来た時今だいぶまだちょっと薄明るいんですけど、暗くなって夕暮れ時と夜景ダブルで楽しめました。しかもめっちゃ綺麗で本当に最高です。感動しない人いないんじゃないかってぐらい、なんか夜景の中でも他の夜景と違うっていうぐらいめっちゃ綺麗です。じゃあ展望台行きましょう。多分なんかカラフルでディズニーみたいな、あとなんか全部が明るいわけじゃなくて、点々点ってなんかほんとイルミネーションのライト粒みたいな感じで光ってるから綺麗なのかなって思います。名残惜しいですが、バスの時間があるので帰ります。本当は30分早いので帰ろうと思ったんだけど、あんま暗くならなくて、暗いのも見たかったし、お、人がいっぱいだよ。函館駅前
あれ2台来た、いっぱいだからびっくりした。時間間違えたかと思った。よかった、着いたけど名残惜しいけど帰ります。また同じところでバスに乗って函館駅に400円で帰ります。お済みでしょうか。エキゾチックな情緒を漂わせる。はい、函館駅前に戻ってきました。本当にめちゃくちゃ綺麗な景色でした。しかも今日めっちゃ運が良かったらしくて、今の時期だと結構霧がかかってあんな綺麗に見えることが少ないそうで、綺麗に見えないことのが多い。なんかめちゃくちゃ本当に最高の景色が見れて良かったです。本当に感動して泣きそうだったのでもう次は誰か家族とかみんなに、お母さんと2人では来たことあるんですけど、 お父さんとはないので、お父さんと来たり、なんかいろんな人にいいよって紹介して来たいと思います。めちゃくちゃ良かったので皆さんもぜひ遊びに来てください。ということで以上、いちごタルトでした。今回も最後まで見てくれてありがタルト。